中国外交カウントダウンというか、侵略カウントダウンかもしれないなみたいな話がね、ちょっとありまして。もう皆さんお分かりですよね。フィリピン、台湾、そして日本の尖閣とね、侵略行為がね、続いてるわけですよ。あいつら軍隊で来るとね、さすがに武力による現状変更見え見えなので、海上警察で来てね、いや、ここは俺の島だから管理してますみたいな、わけのわかんないプレイしてるわけですけれども、フィリピンではね、危険な放水銃によるね、攻撃があって、フィリピン人のね、海上警察の方も負傷すると、船ぶっ壊れるみたいな、事態にも発展したんですが、4つ目のですね、新たな戦線があるのではないかと。4つ目だから、フロントラインですね。4正面目がですね、あるんじゃないかということで、地政学者のね、奥山正史さんがですね、警告してます。プレジデントオンラインに奥山さんのインタビューが出ててね、こういうヘッドラインなんですよ。習近平は5000人が住む島を狙っている。地政学者が米中間で、紛争を勃発するなら、この場所と分析する理由ということでね。で、韓国のね、一番西の端にあるね、白麗島という島があるんです。これ、渤海ですね。黄海というかもう渤海の方に浮かんでる島なんですけれども、ここがですね、紛争が起きる可能性があると、奥山さんが言うんですね。で、奥山さんはですね、韓国系のコラムニストであるですね、イ・ジョンホがね、2021年5月4日に、意見記事を発表したんですね。で、この記事は、中国と、米同盟国の新たな火種は、スパイのホットスポットという、そういう意見記事なんですね。で、それによるとね、こう書いてあると奥山さん翻訳して韓国が実効支配している白麗島は、従来は北朝鮮監視のための拠点であったと。ところが、この黄海の、そばにあるですね、そうか、渤海はだいぶ奥の方なんでね、それもだいぶ手前ですか。渤海の出口みたいなところにある黄海の島ですね。で、この島ね、北朝鮮の監視をやっている拠点だったんですが、この黄海にある島のそばで、近年中国は漁船を大量に送り込むようになったと。2020年12月には、人民解放軍の軍艦が通過して、韓国の軍事関係者を驚かせたと。で、北京は2013年にこの海域で、海洋作戦地域、AO の境界線を設定し、それから黄海での、活動を活発化させていると。2016年にはこの海域で操業していた中国の漁船が、警戒活動していた韓国の沿岸警備隊の巡視船に突っ込んで、沈没させると。これすごいね。尖閣の漁船衝突事故に近いようなことね。これ韓国でも起こっているということです。で、南シナ海だけじゃなくてですね、黄海の支配権を確立しようとしてるんじゃないかと。白麗島にはですね、5000人もの、住民が住んでいるそうで、チャイナの動きを恐れてですね、ムンジェイン大統領にね、当時ね、さらなる行動を求めたんですけど、ムンジェインするわけないですよね。どっちかというと向こう側ですからね。で、奥山さん曰くですね、要するに、北京が、北京ってチャイナのことですけどね、チャイナが黄海を完全に内海化しようとして動いており、その近くを実効支配している韓国が警戒感を高めているという構図だというふうに説明をしております。で、奥山さん曰くですね、3つのことを指摘しておかなきゃいけませんということで、この白麗島のまず位置がね、すごい問題だと。すごくいい位置にあるらしいんですね。中国の首都である北京から見た韓国の位置は、日本の首都である東京から見て、千葉県の、南端にあるですね、南房総市、ぐらいの場所にあるらしいんですね。簡単に言うとね。で、その記事で話題になっている白麗島の位置は、日本に当てはめれば南房総市のすぐ北寄りの東京湾の、海に浮かぶ両南町の浮島に例えられると、いうことで、南房総市が敵国の同盟国であり、しかも、国境の先端に浮島があると、仮定して考えると、北京にとってその島の存在いかにね、重要かということがわかりますというふうに言ってます。で、さらにですね、二つ目ね、中国のトラウマということで、大国にとってのね、内海の重要性というのがあるそうですね。中国のような大国が原則として周辺にある海域や、地域ですね、そこにですね、他の大国が関与してくることを異様なまでに嫌うと。いわゆる干渉地帯とかね、そういうふうに言うんですけれども、そこに他の大国が関与してきたら、強制的に排除に動いてきた事例は、アメリカのカリブ海の例で見るまでもなく、実に豊富ということで、そういう意味でですね、白麗島はそういうポジションにあるんで、危ないよということです。そして3つ目がね、紛争の発火点としての可能性もありますよと、奥山さんは指摘しているわけです。詳しくはですね、これプレジデントオンラインの記事なんでね、ぜひ皆さんにお読みいただきたいんですが、こんな感じでですね、チャイナね、その大国の仕草というかね、何でもかんでも内海化したいわけですよ。九段線引いてね、東シナ海と南シナ海を内海化しようとしたりとかさ、黄海も内海化しようとしたり、とにかくだから、俺に近づくなとね、近づいたら分かってんだろうな、みたいなそういうこうバリアみたいなね、絶対不可侵略、絶対防衛権っていうのかな。かつて日本もね、大国を夢見て戦争した時にね、絶対防衛権ってありましたけれども、ああいうですね、新政不可侵なエリアを作ってですね、そこに入ってきたらお前分かってんだろうな、みたいなのは、これ、あるあるなんですよね。今回その白麗島もそういう場所になるかもしれないということ。で、大体ね、この手のね、この大国の、研修国家って言った方がいいかな。研修国家のですね、被害妄想というのはですね、逆に相手を刺激しちゃうパターンの方が多いんですよね。これはね、むしろ基地反対派の皆さんの理論が合ってんじゃないですか。刺激するから相手に狙われるんですよ。プーチンもさ、ね、普通にガスだけ言っておとなしくしてればさ、ね、スウェーデンとかフィンランドが NATO に加盟することもなかったしさ、NATO が軍備増強したりさ、NATO 諸国がさ、徴兵制復活したりとかさ、なかったと思うんですよ。だけど、過剰に反応したことによってですね、まあそれがリアクションを生むと。アクションには常にリアクションを伴う。これね、まあ奥山さんが翻訳してる、エドワード・ルトワックがね、まあ言ってることですけれども、必ず何かね、こう、まあきつい動きをすると、それに対するリアクションがあると。で、まあ今回日本がね、まあやってる戦闘機のね、共同開発とかも、チャイナがあまりにも軍備増強するから、それに対するリアクションでしょ。チャイナが軍備増強してるのはある意味被害妄想じゃないですか。だって平和憲法っていうか、まあ全世界平和憲法なんだけどさ、ね、自由に開かれた陣営の、まあ例えば日本とかね、台湾もフィリピンも全部そうですけど、侵略戦争していいなんてことはどこにも憲法書いてなくてね、ないわけですよ、やる気は。ね。小田原が来るから俺たち守るんですよっていうポジションでやってるんで、だから冷戦が終わったらさ、西側諸国全般にさ、防衛費削減してね、それから弾薬のストックとかめっちゃ減らしたじゃん。でしょ？なので、基本的にですね、我々ね、左の皆さんがですね、日本が戦争できる国にとか言ってる、そっち側の陣営ですよ。まあ、日米同盟とか NATO とかね、クアッドとか。こっち側っていうのは、あくまでも向こうがやるからそれに対して軍備持ってたってだけでね、冷戦が終わったらさ、軍備めっちゃね、減らしたでしょ。で、それで逆に今だから弾薬のストックがなくて問題だみたいな話になってる。これ論より証拠ですよね。で、逆に言うとですよ、冷戦終わったのにロシアはあんだけ軍備蓄えてたわけだしさ、北朝鮮もあんな150万発もさ、砲弾をロシアにやれるほどストックしてたわけだし。で、おそらくチャイナもそれぐらいのストックあるわけでしょ。そうするとこっちはやべえと。ね。軍備減らしちゃったよ。もうなんか戦争終わったと思って、みたいな話で慌ててると、いうことですから、もう全然順序が逆なんですよね。向こうさんが軍備増強したことのリアクションとしての、まあ、反応なわけなんですけれども、この辺をですね、なんかちょっと分かってないというか、チャイナはですね、だから自分が攻められないようにと思ってですね、過剰に被害妄想でですね、この白冷島とかね、南沙諸島とかで悪さをしてるわけですけれども、まあ、そのせいでですね、逆にまあこちら側のリアクションを生んでしまってるという問題です。で、そのね、ヤブヘビの典型例というのがですね、これですね、米軍の大型艦船、日本で補修、日米首脳会談で合意へということで、これ日経新聞が報じてるんですけれども、10日にですね、日米首脳会談が行われるんですが、そこでですね、米軍の大型艦船を日本で補修できるようにするということです。で、アメリカがですね、同盟国などと共に中国を念頭に置いた抑止力を強める統合抑止の向上につなげるということです。で、横須賀でね、まあ修理するらしいんですけれども、ロナルド・レーガンとかね、ミサイル駆逐艦でもアメリカのは全部これイージス艦ですけどね、こういったものを修理すると。で、アメリカの艦船の戦闘能力のない補給艦や輸送艦については、今でもですね、日本で補修する仕込みがあるんですが、もう直すことまで日本で、補給は日本でやってるんですけどね、直しはしてなかったみたいね、これまでね、戦闘艦については。で、その戦闘艦も直せるようにすると。で、日本での補修対象に制限はないものの、東アジアで米大型艦船が展開する有事を想定していなかったため、大型艦船は対象外だったと、これまでね。で、現在は米軍基地からアメリカに戻って補修しているんですけれども、海上自衛隊が利用しているですね、日本企業の造船所をまあ活用してですね、これを修理できるようにしようと。チャイナがこんなことになってるんで、即応体制整えましょうかということでね。チャイナにとっては完全にこれヤブヘビなんですよね。被害妄想行き過ぎてですね、相手を刺激しちゃった。ほら、基地反対派の皆さん。あなたが言ってることは、チャイナに言ってあげた方がいいんじゃないですかみたいな世界なんですよね。全部だからあなたは逆さまなんですよ。言う相手も逆さまね。言ってることも逆さまで。チャイナに行ってそれ言えば当たりなんですよ。なんで、そうやってね、被害妄想で軍備増強とか言ってね、やってるとね、西側諸国を刺激して、面倒なことになりますよと、ね、言ってあげればよかったんですけど、今こうやって面倒なことになってしまったということです。でね、もう一個ね、極めつけはですね、これね、昨日かな、記事出てましたけれども、産経新聞がね、特ダネで、これすっぱ抜きました。独自ということでね、日米首脳、安保5条を尖閣に適用を再確認へ、共同声明、中国を牽制ということでね、まあ、安保のね、5条っていうのは要は、米軍自動参戦の、まあ、条項なんですけれども、尖閣が攻撃された時に、まあ、これ適用しますぜと。つまりその、尖閣を取りに来たら、もう自動的にね、日本、アメリカ、最低でも2カ国と戦争することになるよということを、まあ、チャイナにね、事前にまあ、通知しておくと。来たらお前大変になるぞというのを教えておくということなんですね。で、もともとこれ、適用されるっていうね、コミットメントあったんですけど、あえてまた再確認するっていうことなんですね。で、産経新聞こう書いてます。4月10日に行われる日米首脳会談で、その共同声明の中にですね、日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されると明記すると。ちゃんともう書くと。言葉で言うだけでね。明記するということで、最終調整に入ったと。アメリカの日本防衛に対する揺るぎないコミットメントを再確認し、インド太平洋で軍事発覇権の拡大を図る中国を牽制するということです。安保第5条は、アメリカの対日防衛義務を定めている、そういう、条文です。で、中国海警局の船が沖縄県の尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返す中、共同声明に盛り込むことで、アメリカが核を含む米軍の能力で防衛する姿勢を打ち出す狙いがあると。で、これ去年の日米首脳会談でも確認してるんですけど、もう一回確認しますと。完全にやぶヘビですということなんですよね。いろんなとこちょっかい出すのはいいんですけど、フィリピンでやっぱちょっとやりすぎたね。うん。で、フィリピンでやりすぎたことによってですね、日米首脳会談でこういう強いコミットメントを出すっていうところが、これまたポイントなんですよ。いつも私言ってますよね。魔界村の2周目ライフ1でやるみたいなさ、ね、そういうこうスーパーハードモード、無理ゲーの設定をね、その国防に対してやることって、どうなのと。うん。やっぱりさ、こう、同盟組んでやった方が早いわけよ。コスパいいわけよ。組めるんだったら、組んだ方がいいんじゃないですかって、私は思うんですけれども、今回まさにそういう例ですよね。フィリピンでもう、ちょっと、同行した騒ぎを起こしているので、じゃあ日米の方でちょっと強めで宣言出しますかと。そしたらほら、フィリピンに軍艦を送らないでも、チャイナがぐぬぬってこう思うじゃないですか。逆にもう、日本行けねえからフィリピン集中ってなったら、日本もアメリカもフィリピンってね、いろいろ手伝ってあげることになるのかもしれませんけれども、いずれにしてもですね、チャイナはね、今、フィリピン、台湾の金門島、日本の尖閣諸島、そして韓国のですね、白麗島と、この4カ所ね、フィリピンは南沙諸島ですけれどもね、こういった島々にですね、変なこうちょっかいをかけてきているんですが、どっちかに手を出せば、周りがみんなでうわーって強いこと言うと。ね。で、また他のとこ狙ってくれば、他の周りの人がうわーっと言うと。山田義彦先生も言ってましたけれども、フィリピンにね、日本の海上保安庁と同じ船を提供することによって、いざという時は向こうからね、海上警察が援軍に来るみたいなね、こういったですね、日本からも援軍に向かうみたいな、こういう体制をやることによってですね、チャイナをどんどん疲弊させていくと。これが典型的な費用負荷戦略と言いましてね、こっちにとってはほとんどコストかかんないんですけれども、こっちがちょっとやると、相手は莫大なコストをもうね、もうほんと血の滲むようなですね、大量出血を相手に促すという点でですね、非常に有効な作戦だと思うんですよね。でもそれもこれもね、すべては習近平がですね、藪をつついて蛇を出すようなね、被害妄想の極みですよね。被害妄想をこじらせてですね、逆にその相手を刺激するようなことをやりまくった結果が現在であるというところがポイントかなと思います。で、こちらの対応っていうのは常にね、向こうさんがやってくるのでこっちがね、構えるっていうことですから、そういう点ではですね、沖縄のね、基地反対、活動をやられてる方が言ってることっていうのは極めて的外れであるなと。あなた方がそういうことを言うとですね、むしろね、紛争の確率を高めるわけですよ。その、例えば宮古島ね、ちゃんと武装しなかったら、お、これ簡単だなと思って攻めてくるわけ。何度も言いますけど、ウクライナで最初に攻撃されたのは、純粋な民間空港であるホストメリ空港ですからね。軍民共用しようがしまいが関係ないんです、向こうさんにとっては。その辺ね、現実を見てね、もうちょっとね、反基地運動やるんだったらやってもらいたいな、というふうに思いました。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方は、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後にね、私のことを特に応援したいという方、1000X ボタンとね、私がやってるオンラインサロン、ヤイスイブニングラボの方にお越しいただけると大変ありがたいです。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。